窓の形に金のイメージで輝いていますし、ちょっと時もありますし、こう一目で見て佐渡ってわかるデザインなのかなと思います。やっぱり可愛らしいイラストが結構こう入っているので、若い方もこう目につきやすいのかなと思います。佐渡がとても素敵なところなんだよっていうことを、自分たちもこのネギ子の活動とともに宣伝していけたらいいなって、本当にポッターを見て思ったので、はい、ネギ子頑張りたいと思います。